都営地下鉄大江戸線。大江戸線は、東京都交通局が運営する、鉄輪式、リニアインダクションモーター推進方式を採用した、鉄道路線、都営地下鉄。鉄道要欄には12号線大江戸線と、記載されている。都営大江戸線と呼ばれることが多い。東京都練馬区の光川会期と渋谷区の、新宿駅を結ぶ放射部と、新宿駅から半時計回りに、 新宿区の都庁前駅に至る、環状部から構成される。環状の路線を形成しているが、山手線などとは異なり、エンドレス循環型運転ではなく、六の字型運転である、運行形態については口実。他の環状運転路線の例は、環状運転参照。なお、起点は都庁前、終点は光が丘である。路線名の由来は、 東京の故障である江戸の画名、大江戸から、車体及び路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、マゼンタ、路線記号はいい。この路線は、1968年、昭和43年の都市交通審議会等申第10号において、東京12号線は、新宿方面より、春日町、文京区、上野、深川及び、月島の各方面を経て、 麻布方面に至る路線として示さた,た。その後、1972年、昭和47年の東進第15号では、新宿方面麻布方面を環状線とし、新宿から新宿に戻り、さらに新宿高松、練馬区間及び東京8号線から削除した五国寺明治路間を加える形に変更された。なお、同時に高松町、現、 光が丘ニュータウン付近から大泉方面への延伸も検討されている。このうち放射部に当たる光が丘練馬都庁前から新宿間が都営12号線として開業し、後に環状部延伸開業時に大江戸線と改称している。建設費を削減するため大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線に次いで日本で2番目に鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄が採用された。 都営地下鉄の路線の中では、唯一、他社路線との直通運転をしない路線となっている。また、浅草線と同様に全線、全駅近く間で地上には出ない。後発で建設された地下鉄路線のため、既存の路線より深部を走り、全般的に、駅ホームがかなり深いところに設置されている。特に二層構造の六本木駅は、 下部の内回り一番線ホームが地下42メートルと地下鉄駅としては日本で最も低い場所に位置する。また乗り換え駅では既存路線の駅からかなり離れた場所に位置することも多く、地上経由の乗り換えを余儀なくされる駅もある。都営地下鉄で初めてワンマン運転を実施した。単一の地下鉄路線としては日本最長十点七キロメートルであり、全線がトンネル、 近く間構造のため、連続した地下鉄トンネルとしても日本最長である。日本の地下鉄では最深部を走行しており、耐震性に富み、災害時には救助作業の大動脈として利用されることになっている。そのため、非常用の備蓄倉庫が麻布十番と清澄白川の両駅に設置されいる。また、特に都庁前駅倉前駅間は、 東京の地下鉄としては珍しく、皇居周辺や観光庁付近などのオフィス街を経由せずに、東京西部や新宿から上野、浅草地域へ乗り換えなしで出ることができる。2017年度の大江戸線単独での純利益は、約8億7、600万円である。約570億円の収益に対して費用が、約562億円かかっており、 特に約222億円の減価償却費が大きな負担となっている。損益は2006年度には約156億円の赤字であったが年々改善しており2016年度には開業以来初めての黒字化を達成し2017年度も前年度比で約5億6 0 0 0円の増益であった。乗車料収入についても2012年度は 約380億円。2013年度は約392億円。2014年度は397億円。2015年度は416億円。2016年度は421億円。そして2017年度は427億円と増加傾向にある。内回りは、光が丘都庁前引くダイモン両国、都庁前駅まで。外回りは、 都庁前、く両国大門都庁前から、光がおかきまで。この路線の建設費用は、放射部で4、034零零零円、環状部で9、886億円と非常に高額で、全線では1兆3、920億円に上る。前述した、東新大15号に基づき、1974年、昭和49年8月に全線。 現在の光が丘都庁前館全線、放射部及び環状部の地方鉄道敷設免許を取得し、1985年、昭和60年頃の全線開業を目標に立て計画を進めていた。また、この時点では、新宿線と同様の従来車両規格、20メートル車両による重量編成で建設することを計画していた。しかし、1973年、 昭和48年のオイルショックによる社会情勢の急変、また交通局の財政悪化から建設計画が一時凍結された。その後、1978年、昭和53年5月に東京都知事の諮問機関である東京都交通問題対策会議において地下鉄12号線を再度交通需要の予測を行い、路線立地、交通機関の構造、 経済性補助制度等を検討の上建設されるべきであると提言された。さらにグラントハイツアート地、光が丘地区に大規模住宅団地建設を、はじめとした再開発を行うことが決定され、交通網整備の必要性が高まった。そのため、東京都が1982年、昭和57年12月に策定した東京都長期計画の10カ年計画において、 地下鉄12号線を建設することが決定された。特に、この時点で需要の見直しや、建設費用の見直しを行い、小型地下鉄、車両、16.5メートル車両による8両編成、によるトンネル断面の縮小、液設備を縮小する方針とすることを決定した。これは、大江戸線着工前までに、同線以外で地下鉄の延伸開業が、 相次いでいたことも影響している。また、環状部区間の建設は、早期の建設、前線同時開業を行う必要性があることから、資金面などにおいて、柔軟な対応ができる、第三セクター方式で建設することとされた。そして、1988年、昭和63年7月に、東京都地下鉄建設が設立され、 第三種鉄道事業者として環状部の建設を行った。同社が建設、製造した鉄道施設、車両は東京都交通局が長期分割支払いで譲り受け、放射部と一体で経営を行うこととされた。建設時のルートは現在のルートと若干違い、西新宿五丁目、汐止め、築地市場、飯田橋を経由しておらず、 都庁前駅も L 字型二層構造でホームを建設する計画があった。ルート見直しは大型車を使用する必要性がなくなり、さらに建設費低減の必要があったためでもある。環状ルートの建設も検討されたが、これを実現するためには、新宿と新宿西口を結ぶ新たな線路の建設と、2駅のうち1駅を二面化する工事を行わなければならなかった。 しかし、両駅の地上部は道路幅が狭く、ビルが密集し、二面ホームの設置が難しく、難工事による費用と期間の膨大が懸念され、さらに、新宿駅前後の環状方向の旅客流動は少ないと見込まれ、費用対効果を検証した結果、6の字型ルートとなった。1986年、昭和61年4月に、 本路線用の車両である12から000系、試作車が製作され、浅草線まご県車場、当時において、新しい技術の試験も含めた、小断面地下鉄としての走行試験を実施した。この車両は、都営地下鉄で、初めての VVVF インバータ制御方式を採用し、主電動機は、小型の誘導電動機を使用した。また、同検車場内では、 走行速度が制限されるため、浅草線の終電後に、西馬込と星間で高速走行試験を実施した。その後、1987年、昭和62年6月には、地下鉄12号線建設推進本部が、現在開発が進んでいる、リニアモーター車両のメリットも大きいので、1987年3月に開始された、リニアモーター車両の試験状況及び車両技術の、 動向を踏まえ、今後車両の駆動方式、リニアモーター方式、回転系モーター方式について、放射部車両の製作時期までに決定する。とされた。これを受けて、東京都交通局では1988年、昭和63年に12から000系試作車を、リニアモーター車両へ改造し、同年4月から、まご県車場において、 リニアモーター方式の走行試験を開始した。この結果を踏まえ、1988年12月21日に地下鉄12号線全線にリニアモーター駆動方式を採用することを決定した。1991年、平成3年12月の開業当初は、都市計画路線名の12号線のままで営業を行っていたが、1999年、 平成11年8月初旬、2000年、平成12年4月20日の環状部一部区間、新宿国立競技場間の選考開業を発表するとともに、プロ野球セントラルリーグ会長、当時の高原澄子を委員長とする、都営地下鉄12号線、路線名称選考委員会によって路線名の公募が行われた。その結果、同年11月末に、 応募が多かった候補の一つである、東京環状線、愛称として、夢もぐらが第一候補に挙げられたが、東京都知事、当時の石原慎太郎は、寝てても何回回も,も同じところに戻ってくるのを、環状線って言うんだよ。紛らわしくて山手線とか、大阪環状線を使っている人に迷惑などとして、難色を示し、再選考を支持するとともに、俺は、大江戸線なんてのがいいと思うと、 第2位特票の案を押したため、交通局は委員会に陳謝の上、愛称案であった夢も裏も含め選考を白紙に戻した上で、改めて選考し直した結果、同年12月15日の委員会で大多数の支持を得て大江戸線に決定した。委員会では当初、新宿などは江戸の範囲、守備機の外部に当たるとして議論があったが、交通局では、 路線がこれを囲むように走ることと台をつけることにより地理的、経済的、文化的な広がりを表現できるとして委員会を説得し決定にこぎつけた。なお、最も多かった名称は都庁線だった。この路線では全線で開業当初よりワンマン運転を実施している。このため保安装置に ATC 装置を使用し、 列車の自動運転機能を有する ATO 装置を使用している。本路線では車上監視方式を採用しており、8両編成分137メートルのホームを列車のモニター画面で運転士が監視をしている。列車停止時の監視並びに、列車発車時においては、列車最後部がホームを抜けまでの間、運転士がホーム監視モニター画面でホーム上を監視し、 フレシャ事故などの場合には、運転台の非常停止スイッチで列車を停止させる方式を採用している。なお、2013年4月27日には、全駅でホームドアの整備が完了した。環状運転をしているように思われるが、実際は、通常の伏線路線と同じ運行形態をしており、都庁前駅、飯田橋駅、両国駅、大門駅。 六本木駅都庁前駅光が丘駅間を往復運転、六の字型運転する。運転方向の呼び方は、内回り、外回りという定期券の経路にも表示が、各駅の案内上は方面故障となっている。正式には、内回りを A 線、外回りを B 線と呼ぶ。なお、都営地下鉄で A 線、B 線の故障を使用するのは、大江戸線のみである。 2005年末までは、内回り区間について、光が丘駅都庁前駅間を、六本木、大門方面行き、新宿駅新宿西口間駅を、経由都庁前行、外回り区間について、新宿西口駅練馬かすが町駅間を、経由光が丘行と呼称していたが、現在は、内回り区間が、光が丘駅築地市場駅間では、方面行き、勝時駅新宿西口駅間では、 経由都庁行き、外回り区間が、都庁前から倉前間では、方面行き、両国練馬かすが町間では、経由、光川お回帰に故障を変更している。に入る駅は、都庁前、六本木、大門、かすが、両国、飯田橋から二駅、ただし春日は、大門、森下間の内回りのみ、都庁前は、大門新宿間の外回りのみ。このため、 各車両の LED 式全面、側面行き先表示は走行区間によって変化する。朝夕ラッシュ時は最短3分間隔で運転されており、という区間運転列車が多数設定されている。これらのほとんどは、清澄白川駅東側にある、木場車庫の入出庫の都合で設定された列車である。また、清澄白川駅以外にも潮止め駅、新岡地町駅に留置線があり、 練馬駅、国立競技場駅、赤羽橋駅、牛込神楽坂駅などの駅に非常用の渡り線が設けられている。この関係で早朝、夜間には、といった区間運転列車が少数ながら設定されている。日中は全線往復運転が基本であり、2012年3月17日のダイヤ改正以後は6分間隔で運転されている。 この改正前までは180分間に29本、運転、6分12秒間隔であった。また、終日を通して、都庁前駅では、六本木、大門方面の列車から、飯田橋駅方面の列車へ、及び、飯田橋方面発都庁前駅の列車から、光が丘駅列車への乗り継ぎ時間が少なくなるように、設定されている。他の都営地下鉄路線と同様に、 沿線の花火大会や国立競技場でのサッカーの試合やコンサートなどの大規模イベントが行われる際に臨時列車が設定されることがある。以下の車両が使用されている。開業前に試作車が1986年に製造され、浅草線のまご検査場、当時で各種試験が実施された全期遠隔表を参照。その後、 1990年より量産車が製造された。大江戸線の車両は2006年4月より浅草線のま込め車両研修場で検査、修繕を行っているが、リニアモーター方式ではない、浅草線を自走できないことから、検査、修繕時はま込め車両研修場まで大江戸線の車両を移動させるため、2005年に川崎重工で製造された電気機関車。 E5000 型によって牽引されている。このための連絡線が汐留駅構内から浅草線の新橋駅と大門駅の間付近まで設けられている。2016年2月に発表された東京都交通局経営計画2016によると、さらに3編成を増備することが計画されている。これにより、最大車両編成数を 現行の55編成から58編成に増加する。2017年度の1日平均輸送人員は95万6041人で、都営地下鉄4000の中では最も多い。2011年度以降は都心回帰の追い風を受けて増加傾向で推移しており、環状部を中心に沿線の大型プロジェクトや大規模マンションの着工が相次いでいることなどから今後も 長期的には増加傾向が続くと状況が予想される。2016年度のラッシュピーク時の混雑率は中井東中野間で155%、輸送力15,600人、輸送人員24,163人となっている。開業以降の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤で、最低値を緑で表記。 大江戸線の各駅は、利用者に魅力あるものとするため、改札口付近に、ゆとりの空間を設置するとともに、地域の特色を生かしたデザインを随所に取り入れている。なお、都庁前、新宿以外の環状部26駅については、公募プロボーザル方式により、駅デザイン、主に内装を、土木業者とは別の建築などの設計事務所に委託した。コストとの兼ね合いで、 駅全体の設計そのものにはデザイナーが関わっていないものの、地下部のデザインに全面的に関わることになった試みとして評価されている。これにより、2001年には一部の駅がグッドデザイン賞建築、環境デザイン部門の金賞、インター・イントラスペースデザインセレクションの対象、及び土木学会技術賞を受賞している。この路線では、都営地下鉄の中でも、 地上から深い駅が多い。都営地下鉄全駅の中では、深い順に、となる。なお、東京地下鉄の駅を含めると、となり、大江戸線の駅が5駅も、ランクインしている。なお、東京地下鉄との共用駅である、白金高輪駅と白金台駅の深さは、東京地下鉄と東京都交通局の資料では、数値が異なる。本項目では、東京都交通局の資料、 都営交通のあらまし2010から記した。ホームドア、ホームゲートは、2011年4月23日に、清澄白川駅での供用開始を川切りに順次、整備が進められ、2013年4月27日には、西新宿五丁目駅での供用開始により、大江戸線前駅でのホームドア用が開始された。ホームドアの導入は、三田線についで2路線目となる。 2016年の交通政策審議会で、光が丘駅から、大泉学園町、埼玉県新座市、清瀬市を経由し、JR 武蔵野線東所沢駅までの延伸が、等身されている、東京圏における、今後の都市鉄道のあり方について、練馬区、清瀬市、新座市、所沢市、巡回員として、 狭山市で構成される都市高速鉄道12号線延伸促進協議会を設置している。2000年の運輸政策審議会答申第18号では、光が丘大泉学園長官については、2015年までに整備着手することが適当である路線。大泉学園長武蔵野線方面間については、同じく今後整備につて検討すべき路線として位置づけられていた。 練馬区内においては地下鉄の導入区間であり、途中に二駅が設置される予定の都市計画道路補助線街路第230号が先行して整備中である。延伸構想に積極的な姿勢を見せているのが新座市で過去に非公式ながら東京都から新座市内への一駅設置と車庫建設を提案された経緯もあり、 車両基地として4ヘクタールの土地を無償提供する同市南部に設けられると見られる新駅。同市では新座中央駅と過小指定量を中心に周辺90ヘクタールを区画整理した上で大学や商業施設を誘致するといった構想を公表し早期延伸の実現を目指している。このほか、大泉学園町から南下して世田谷区を経由し、 都庁前駅に戻るという8の字型運転の構想がされたこともあり、都庁前駅の引上げ線は世田谷区方面に延伸できる構造になっているが、正式な計画として採用されるには至っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。